いけどね。いいけど来たよ、イエーイ。やつい一郎インダハウス。やついさん来ました、やついさん。じゃあやついさんもこの辺のマイクをもう使ってもらって、いけます、これちょっといけます、はい、まだもう一周ぐらい足らないんじゃないですか、これは。大丈夫ですよ。大丈夫ですか。面白いこと言ってたじゃないですか。テディベアの下りで、それ後でいじるのやめてもらっていいですか。ちょっと面白いなと思って聞いてるんですよ。いただきます。ありがとうございます。さあ、次せよ、こういう時の、こういう時のイルリメ君は何をしてるんですか。イルリメさん、イルリメさん、あ、それを内緒にしときましょう。今ちょっと瞑想してはるということで、イルリメさん、ヒップホップについて。じゃあ最後、もうこのみんな歌えるかどうか分かんないですけど、はい、君が誰かの彼女になりつつあって、みんなで歌って終わりたいと思います。ありがとう。ここちょっと真ん中すぎやしませんか。ちょっとこっちに行きたいんです。どこも空いてないです、ね、ちょっとこっち、逆にこっち来てもらって。いや、ここ真ん中になっちゃうんだ。また面白いこと言うの。いやいやいや、これで面白いって言われたら僕、いただきます。じゃあ杉末さん、じゃあここ来てもらって、はい、挟みましょう、挟みましょう、僕たちで。ですよね、杉末陽子です。なるべく始めに行きたいですよね。やついさん、ややこしいっすね、やついさん。やついさん、やっぱややこしいっすね。ややこしいですよ。こんがらがってますね、その。やついさんの、やついさんの一番行きたいとこ、もう全然大丈夫ですよ。いいっすよ。じゃあ、ここでお願いします。そこかい。ありがとうございます。ここでいいです、ここでいいです。ツッコミ入れさせてもらいました。サンデーカメです。ありがとうございます。ツッコミいただきました、ね。じゃあ僕やっぱ真ん中ですね。じゃあ皆さん一緒に最後、君が誰かの彼女になりたっても、この曲、まあ僕家で実家のピアノで作った時に、横のソファーでこうやって寝そべりながらキミオくんが聴いてて、なんでその曲めっちゃええやんって言って、次の日一緒にね、広島のフェスタデラマっていうフェスで一緒で、もうすぐ次の日二人で歌ったんですけど、キミオくんが全国的にみんなが歌えるようにしてくれてると思うんで、今日みんなで歌ってもらっていいですか。はい、やついさんもね、やついさんもどんどん声をね、欲しいですよ。もちろんじゃないやらせてくださいよ。ありがとうございます。じゃあビリって言ったけどね、今なんかね。まあでも誰が歌ってるとか誰が歌ってないとか、口パクとか、ちょっとコーラスコンクールみたいなことやめて、みんな一緒にいいですか。知らない人も知る人も、じゃあ行きます。もう皆さんもフルで歌ってくださいよ、フルで。カモン。ずっとずっと君が好き、誰かの彼女になり腐っても、ずっとずっと君が好き、今頃誰かと暮らしてても、カモン。もう君の髪には触れられないよ、夜中の電話もできないよ、今頃どうしてるかな、優しい人に出会えたかな、君は君の日々があり、僕には僕の日々がある、は君の歌があり、僕には僕の歌がある、そしてあなたの歌
未来に僕はいない、僕の未来に君はいない、さよなら、ずっとさよなら、ありがとう、全部ありがとう、そしてさんの歌声ちょっと聞いてみたいと思いませんか。やついさん、やついさんがちょっと、やついさんも歌詞なんでもいいですよ、なんでもいいですよ、なんでもいいですよ。もう今思いついたことをもうメロディーに乗せたら、歌うことは簡単なことだよって、あの斉藤和義の歌に書いてある。思ったことをね、雲に乗せて歌ってます。本当ですか。これね、斉藤和義さんが言ってたの。正気ですか。大阪弁です。ちょっとじゃあ一回任せていいですか。何をと、ずっと君が好き。実は僕ね、あの昔の彼女がね、はい、島根に住んでるんですよ。島根、うわ、結婚して今ね、はい、2人の子供が生まれてね、コンビニを経営してます。うわ、素晴らしいね。素晴らしいですね。そんな彼女に向かって、はい、今日は歌いますか、はい、大根島から。ずっとずっと君が好き、誰かの彼女になり腐っても、イエーイ、イエーイ、拍手。届きましたね、ね、届きましたね。すいません、ちょっと嘘ついて、そんなに今好きじゃないんですよ。いや、わかります。もうね、はい、もうそれは人生いろいろありますから。すいません、すいません、はい、ちょっと嘘ついちゃいましたけど、いい感じにしちゃいましたけど、全然好きじゃなかったです。すいません。真面目か。はい、むしろちょっと嫌いぐらいです。すいません。いろいろありますから。いろいろありましたんで。思い出してもイラッとしてしまった。そうです。お返ししまーす。イエーイ。ありがとうございます。じゃあ、杉津さん。もうあとも、はい、あ、入ってる、入ってる、これちょっと杉さんのマイク、いや、大丈夫です、大丈夫ですか、はい、じゃ杉さんの最後ね、はい、あの、もう杉さんのもう好きな、はい、好きなもうやり口でもう終わってもらう、イエーイ、イエーイ、もういつもの、いつものやつ、いつものやつを欲しがってますか、皆さんは。これはどうですか、やりますか、はい、声潰れる覚悟でやります。じゃあちょっとみんな、そのね、あの杉さん、なんかすごいことやるから、すごいって言ってね、言ってね、あっけに取られないでね、あっけに。
Goodbye! Thank you! ワンダフルボーイズにもう一度大きな拍手を。そして皆さんありがとうございました。で次は本当コタヌキ音楽祭は去年タヌキ音楽祭でつながりあった人たちとか、ボランティアとかこの会場すべて普通の方々が参加して作ってくれました。この看板もそこら辺にあるものすべて、そうです、なんかそういった人たちでこの1年間いろんなことを挑戦して春と秋にやってまた来年のたぬき音楽祭につなげたいと思いますのでまたよろしくお願いします。本日はありがとうございました。気をつけて帰ってください。じゃあ最後 DJ よろしくお願いします。ありがとうございました。お気をつけて帰ってください。